今回は新川中学生の生徒さんが79名、来ていただきました。そもそもこの新川プリン大作戦っていうのをやろうとしたのは、我々新川をよみがえらせる会が、1週間に5日間、新川の、まあ、清掃および水質浄化活動に取り組んでおりまして、1年に一遍こういう企画をすることによって、地域住民の人、また近隣の人たちに、少しでもこう広がってきて、自然を大切にするという気持ちが、皆さん方に芽生えたら、これが一番得るもんだろうと思って、日々4年間、こう活動しておるわけでございます。80名の新川中学校のね、生徒さんが来てくれたっていうのは、もう本当に感動ものでした。で、こういう活動っていうのは、子どもたちが参加してくれるのが一番こう広まっていくっていうか、根付いていくっていうふうに聞いてますので、まあ我々のような年寄りがね、ちょろ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 やっとたって、もう先が短いじゃないですか。とっても今日はいいですね。気分よし。はい。持ってきてくれた。じゃあトラックの荷台でもいいんです。若手は。で、少しでも綺麗になる方がいいでしょ。やっぱりね、川がきれいになるっていうことはいいことですよね。私たちキリンの社員なんですけど、社員として貢献しようかなと。新入社員なので、ちょっと、はい、地域のためっていうか、やっぱり人のためになりたいっていう気持ちが一番は大きいですね。先生、これって俺ら向こうまで持ってくる。ここ置いて、ここ、こっち置いて、こっち。川をきれいにしたかったから、達成感があります。なんか地域の、役に立ちたいと思って参加しました。自分の住んでるとこをきれいにしたいと思ったので。毎年参加しているし、地域の役に立てるかなって思って参加しています。ゴミが予想以上にあってびっくりしました。きれいにしようと思ったからです。はい、清須市の新川中学校です。地域の活動ということで、ボランティア活動ということで参加させてもらいました。1年生から3年生まで、有志を募って、いつも通学路として使っているところですが、やっぱりゴミがね、たくさんあるなというのが印象です。これからどんどんきれいにしていきたいなということは思っていますが。やっぱゴミの多さに驚いたのと、こういう企画っていうもの自体が、地域も関係しますし、いい企画だなと思います。もう爽快です。もうたくさん取れまして、ゴミが。
まあ、中学生の、ね、方が本当に79人もね来ていただいてね、まあ、本当に青年部少なかったんですけどね、助かりましたね川のゴミとかってそんなに注目したことが今までなかったんですけど、今回装置をしてみてですね、なんかすごい結構たくさん落ちてるんだなっていうのをすごく感じました。何回やるんだよって、何年か後にやりますよって言ったけど、それが実現しそうになった、まあ、するんだろうけども。鵜飼までの道のりを取材させてもらってるんですけど、すごく大変なことを皆さんボランティアでやっていて、すごく感動しました。しっかり参加させていただきましたけれど、来週は鵜飼もあるということで、少しずつ水がきれいになってきてるのかなっていうのを聞いて嬉しく思います。やっぱりね、気持ちよかったですね。まあ平成ねやってますけども、こうして啓蒙活動ができることは非常にいいことだと思います。今日のね、今日の収穫は中学生がね参加してくれたこと、それが一番の収穫ですね。最高です。お疲れさんでした。来週1週間鵜飼の準備でバタバタするやもしれませんけども、皆さん協力をよろしく。また鵜飼楽しみに来てくださいね。それでは乾杯。上流は北名古屋市と西区ですね、はい、下流は、大原町と中川区ですね。だちょっと規模を縮小しようかなというふうには思うんだけどね。なんかこうやって盛り上がってくるということは、他の市町村とつながるいうことはものすごく大事だと思うんですわ。河川のゴミなんかは所詮は行政区なんて関係なく流れるじゃないですか、ね、だって本当は一番上流から海に行くまできちっと連携して、ね、そういう意識を持ってやってくれるととてもいいと思ってますけどね。